はい、はい、日常で出てくる変な枕言葉にさ、うん、なんかその水臭い言葉あるじゃん。水臭い、水臭い、な仲間内だからこそさ気使ってるからそう、うん、ごめんあのちょっと申し訳ないんだけどさ、うんうん、みたいなことで言われる頼み事ってさ、あいや別にそんないらんいらんみたいな、臭いよ、全体的に水臭いよね、そうそう、言わなくていいのに別に、はいはいはい、ね、やるよ出るよみたいな、はいはいはい、あ多いじゃないですか、うん、まあ、その中の一つにさ、うん、まあ、あのそれ変なこと聞いてもいい？ちょっと前なんですけど、はい、天海さんから LINE がポーンってきて、うん、そしたらパッて見たら小坂ちょっと変なことを言っていい、おあれ出た出た、あのもうここの中なんてさもう、ま、見えたらやばいな、臭いなところではある確かに、いやごめん小坂ちょっとこういう企画があって出てもらえないかなとか、でもなあ何年シャガーリエみたいなガーリエなことしたら今さらよ深夜の2時ぐらい2時ぐらいねガーリエみたいな、まあ、でもそこが彼のいいとこですから、うん、そうですね、で、まあ、つかさからちこそ変なこと言っていいって来て、待っていつもです何って返したらつかさから来たのがえ何静岡からポケカ送った、本当に変なこと言ってきた、あえなんだあの変なこと言っていいって言われて、うん、本当に変なこと言われたら人類唯一のこといやこれは理由があるんですよ、俺は土地狂ったわけではなくてもう話せば長くなるんだけど、うん、本当にすごい話で、うん、年初から忙しくてめっちゃ、うん、1月からいろいろやることがあって、うん、何も自分のことができなくて、うん、やっと3月くらい4月くらい3月くらいだ、2月3月くらい、 3月くらい、うん、やっと余裕ができたの、全然配信に関係ないゲームやろうみたいな、お普段ゲームやるにしてもなんか配信の準備をしたりとか練習したりとかしかしないから、もう本当に関係ないやつをやろうっつって、じゃあドラクエちょっとやろっかって有名さで、DS で4が出てて、うんうん、で結構いいらしいから、うん、じゃあ DS でもう手軽にやれるから移動中とかもちょっと買おうかなっていうので、だから某あのフリマサイトとかで安く売ってるから、うん、でそこで買ったんですよ、はい、で、まあ、そういうのってなんか封筒で届くのよ、はいはいはい、で4と何買ったのかな、なんかもう一個買ってで4は届いたの、うん、届いてでもう一個同じような薄い封筒、あのポスティングできる封筒を頼んでて、それもなんか来てたの、うん、あ同時に来たんだと思ってパーって帰って一個開けたらまあ4が入ってたの、ドラクエの、うん、はいはいはい、あドラクエ4入ってたやるかって、でもう一個買ったやつもう開けるかってパーって開けたら、あのポケモンカードのパックが一パックだけ入ってんの、はあ、そうえっってなって、でしかもそれ発売日だったんだよね、はいはいはい、はい、パックの新パック新パック購入してることになるよね、うん、確かにね、その日に届いて、うん、ただ1パックで買うことなんてないよね、絶対ないんですよ、あ、まあ、基本的にはボックスっていうものを買うから、うん、そうね、はっってなってどこから来たんだろうと思ったんだけど、だ、ね、俺の名前と住所が書いてあるの、はあはあ、差出人俺、うん、受け取り人俺、え、はあ、怖い怒り得るのって自分が遠方から自分家送るときに同情で、なんかお土産とかをだから買いすぎちゃって送る人とかっているじゃない、うん、それぐらいなのよ、はいはいはい、でこれめちゃめちゃ怖いのが怖い、ね、ま、自分に心当たりがないじゃん、うん、で俺がポケモンカードを買うのが好きっていうの分かってると送れないじゃん、うんうんうん、やられたかも、ああ、バレたかも、なるほどってなって、うん、めっちゃ焦っちゃって、うん、送り状ナンバーの紹介で、送り状ナンバーを紹介まずしてみよう、どこの集荷場を巡ってるか、どこから来たんだろう、なるほどね、で結局そのポストだから、うん、分かんないのよ誰から送られたかは、はいはいはい、そのどこの営業所を巡ったかしか分からなくて、うん、相関できちゃうからね、でどこから来たかっていうと静岡県掛川市だったの、はあ、なるほど、掛川だったの、はいはいはい、でそれしか分からなくて、はいはい、はあ、はあ、静岡県掛川市俺の住所を知っているポケモンカードが好きというのを知っている、アキネーターみたいなその場所にゆかりのある人物こういうことしそう？そう。ユニットを組んでいる。ユニットを組んでいる。アキネーターも怪我な顔してる。
イルミナー版コースですね、ですね。今ね、あの掛川市のエアビジョン企画様でお手伝いしてるから、うん、もうそれしかなかったの。あ、なるほどね。すげえ変なこと聞くなすげえ聞きたくないけど、うん、でも安心を得たいなと思って。確かに確かに、確かに、ね、大事。ダメ元でちょっと変なこと聞いていい？なになにポケカ静岡から送った？掛川市からポケカを私に送りましたか？いいえ。あきれた。絶望、絶望のあきれた。絶望なし。めっちゃ悩んで。細かい。いいえ、細かい。そう。どういうことっつって。さに。そう。てかさ、本当に身に覚えがないです。そんなことしないと思ってたけどね。まあね。そうだったんですよ。結局マジで分かんないし、怖すぎるから、問い合わせたの、電話で。これこれこういうことがあって、で、本当に覚えがないんですよって言って、どうなんですかねって言ったら、結局もう、某巨大通販サイトからの送られたものだったんだよ。マジで分かんないんだけど、うん、まあ買ったものらしくて俺が、うん、で履歴遡ってもあるのよ。あるんだ。あるのよ。あるんだ。そう、マジで覚えがなくて1パックだけ買った。いや、で調べたら、うん、なんか詐欺らしくて。詐欺？詐欺？詐欺？あの、売られた当初は1ボックスで売られてた。で、1ボックスで普通の値段で売られているんだけど、うん、後で1パックでしたっていう内容に改ざんされてっていう、詐欺でしたこれはっていうレビューが入ってて。なんでそれがまかり通るんだよ。しかも俺絶対買ってないの、ね、それ、うんうん、手に入んないのよポケモンカードって、ね、買えたってなるの、うん、記憶に残るはず、うん、一番買って記憶に残るものだから、ね、絶対に残るから、うん、絶対買ってないの、うん、まあ、強いて言えばそのサイトの方で今もうなんかね予約制みたいになってんのよ。なるほど、ね、招待リクエストを送るみたいなやつになって、うん、でその招待リクエストが承認されたら買えるみたいな、うんうんうん、の中でなんかの間違いで購入されたんかなみたいな感じなんだけど。怖えよ。マジで怖くて。まだすっきりしてないんだこれ。あ、返金はされた。返金はされた。でも真相は分からない。マジで怖いです。やば。買い物できないっす。しかし全国にある1700の市町村の中で唯一俺に繋がる市だと思われたらすごいよね。もうそれしかなく掛川しか太田市だけ2つ、850分の1。そう、すごい確率を引いたよね。すごい確率。やばいな。たまたま詐欺師がそこにいたっていう。いや、気をつけてください。いやー、えぐー、それ本当に。ポケカ本当に今怖いな。結構リテラシーやると自負してるけど、うん、それでも引っかかったって、引っかかった自覚もないから、うん、っていうことがあったから。しかもあんないい町でそんなことを働いたら許せねえよな。許せねえ、許せねえ、確かに。あんないい町で、めっちゃいい町。土地に罪はないからね。土地に罪はないから、ね、その人間が悪いから。皆さん、たまたまですよ。たまたまですよ。あと別に俺らも仕事もらう前から好きな町だから。あの、俺も今さ、うん、知らない化粧品が届く、注文ありがとうってメールが来たの、うん、頼んでないのに。ないのに。ね、何なんだろうね。で、住所が静岡か、うん、静岡だ、ま、静岡だ、そうだ、やめて、静岡がそういうとこみたいなのから竹川じゃない、はい、なで、名前がね、注文してる人が女の女性なんだけど、うん、その時点でもう、どうでもいいわってシカトしてた。はい、で、あの住所もマンション名まで書いてあるのに号室とか書いてない。だからもうしかとしてて、うん、でしたら発送したでっていうのが3日後ぐらいに来たの、ね、うん、で発送したんかい、したらもう送り状ナンバーとかついてんの、ヤマトの、うん、いや手込んでるなって思って。あ、手込んでるね。まあまあ、じゃあとどめに送り状ナンバー検索してあげますよつって検索したの、うん、発送してんの。へぇー、マジで。そう、え、ちゃんと出てる。ただ、うん、代引きなの。わ、あーで、それで取るんだ。取ろうとしてんだ。で、送ってるのはそこだから、うん、なんでこの連絡を俺にしてくる。で、クレカでもないから代引きだから、うん、だから俺何もしようがないんだよね。そうだね、うん、なんか俺ただただ知らない住所に代引きで送られる化粧品の連絡が来るだけっていう全く当事者じゃないんだけど、そのあれだけ来るみたいな。意味が分からん。意味分からんな。え、そんなガバガバなの。
だからどうしようもないなと思って。うん、どうしようもないよね。一応電話番号とか載ってるけど、うん、電話するのも怖いじゃん。怖い、怖い。それもひっくるめてあれかもしれない。それひっくるめてあれかもしれないし、うん、全部そうから送りで、うん、要は俺に電話させるのが目的かもしれないから仕方はしてるんだけど、うん、もう何の目的が、いやもうやっぱ釣るためなんじゃない。ワンチャン払ってくれたら御の字みたいな、御の字とか、じゃあ不特定多数に送ってんだよ多分代引きで、うん、気をつけてほしいですね。いやこれは気をつけましょう。身に覚えのない連絡来たら焦らず一回待つ、うん、そう、うんうんうん、そうだね、大事、変なことしない、うん、周りの大人たちに相談しような。そう一人で抱え込んじゃダメだぞ。ダメだぞ。身に覚えのない支払いとか法律的に払わなくていいよっていう措置ができるから、はい、慌てないでね、はい、約束だ。面白かったらチャンネル登録と高評価して。